ジャンボ村の村長。よう君、近頃ドンノルマで噂になってる腕利きのハンターだろ。いいところで会えたよ。おいらはジャンボ村っていう小さな村の村長っていうのは昔の話で、今はさすらいの開拓者ってところかなと。世界中あっちこっち土地を調査して新たな村を開拓するのに良さそうな場所を探し歩いてるんだ。ところで君、かなり顔が広いんだって。こんな文章に聞き覚えはないかな。天才剣を覆いしとき霞琴を吐いて王なき玉座は、寮の庭。何を言っているんだこいつ、聞いたことねえ。とある山の奥で偶然見つけた古い石板のかけらに刻まれていた言葉なんだ。最初から話そうか。また話すの？おいらがいつものように土地を調査していた時のことだ。天空山にほど近い山の奥に差し掛かった時、偶然見つけたのがこの言葉が刻まれた石板のかけらさ。なんだか妙な代物だな、なんて思いながら拾い上げた。まさにその時だよ。大地を天空を埋め尽くすガブラスに気づいちまったんだ。その数は何十、いや何百でも聞かないかもしれないな。いろんな、土地を巡り歩いてきたけど、あんな光景を見たのは初めてだったよ。さすがに背筋が寒くなっちまった。君も腕の立つハンターなんだろ。全部は無理でも天空山のガブラスの数を減らしてくれないかな。笑わないで聞いてくれよ。最悪の使者とも呼ばれるんだ。そいつを天を覆い尽くしてたんだよ。石板に刻まれた言葉、最悪天を覆いしときってのにあんまりにもそっくりじゃないのか。何かの暗示かもしれないぞ。二つ目の霞、都を吐いてっていう言葉も何かを予期しているんじゃないかな。何かもっと不吉なことを。なんてな。冗談だよ冗談。石板の剣はともかくとして、ガブラスが多すぎるから倒してきてくれってさ。よし。うん。話長い。みんな待ってた。みんな待ってた。ガブラス40匹倒してこいっていうね。もうこの聞いた時点でやる気失せるわ。何百もいるの40でねえな。多分ね、他のメンバーにも同じこと言ってんじゃねえの。おっと、土地の調査が進まないんだ。毒への対策を考えておいた方がいいぞ。大丈夫か。外伝毒なったって大型じゃないから死ぬことはないか。みんなで手分けするか。100歳副店大割り生肉ゲットだぜ。あ、なんか光ってる音爆弾。あ、音爆弾で落とせんだ。携帯食料、生肉2個あるじゃん。生肉ゲットだぜ。1番にもいる。じゃあ1番誰か任した。俺2番行ってみる。あ、かぶった。じゃあ3番、誰かあっちの6番7番の方。3番入ります。届かない。あ、いたいたいた。借り切ってしまった。あ、ここはもうガブラスが絶滅した。じゃあ3番来て、俺8番まで行ってくるわ。3番、まあ姿見えないんだけど。ここにいる ?3 番降りてきた。よし、8番仲間を食い出した。こいつ逃げた、逃げやがった。いないんだけど。届け。届かない。まだガブラス1匹も出会えてないんだけど。7番じゃね、こういう時は。7番行くか。7番に永遠に湧き続ける系じゃない。永遠に湧き続ける系。ここが間だから。ないもんね。いた。あった。あと一体。こりゃー。もう倒し終わった後だった。うん。はい、どこ。一匹しかいなかった。普段こんなん狩らないからな。どこだろう。七番も行ってみるか。支給品オートバックパクってきてるのに。ガブラスが見当たらないから使うタイミングが。あ、やっぱいっぱいいる。いっぱいおる。助けて。おお、いっぱいいる。落ちろ。すっげえいっぱいいる。も
怖いつは死体に群がるから。本当だ、すげえいっぱいいる。これがビビったの。これはビビるわ、こんだけおったら。つい光ってまうぐらいビビる。ちょっと。いけるな。落ちたろ。落ちた。うわ、すげえいっぱいいる。じゃあここに石板あんのか。ちょっと入っとこうかな。普段からないやつの素材。あ、飛んでる時じゃないと意味ないみたい。消えていく。うまく剥ぎ取れなかった。消えるの早っ。お、このカブラスの数どう思う。気持ち悪い。いい。麻痺してるわ。本当だ。うまく剥ぎ取れなかった。消えるの早いよ。早いぞ。振動パックで締めれる。どんどん降りてくるな。本当だ。何飛ばれた。落ちてきた。ほらほら。起こしてくれた。共食いしてるなこいつら。共食いしてる。おべえ、やっと半分。でも消えないと次のが来ないみたいだな。6匹ぐらいかな最大で。違うね。気持ち悪い。ワンサかワンサか降ってくる。やべ、剥ぎ取るのに忙しくて戦ってない。働け。まひれ1コンボ決めたら1匹入でいいよ。ほらほら飛んだ。なんて数だ。村の方にまで影響が出なければいいが。やめろ。ほら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 。あっ、消えた。あと10分。集まってきた。ほら、スタンプで全員吹っ飛べ。あれ、一匹もいなかった。誰もいない。さあ、オートバック使おう。地球品だし。降ってきた。あ、消えてきた。消えた。ってことは大量に来るぜ。これは何か災いの予兆じゃないのか。あ、武器は緑まであった。残り5体。そこで死んでる。大量に降ってきた。ほら消えた。そろそろ終わるな。消えた。すごい落ちてた。ほらほら。あ、終わった。 なんだって。あ、1分で長えな。悪いが村にすぐ帰ってきてくれ。1分は帰れない。1分は。ドンドルマに古竜が現れた。あ、消えた。殴れ殴れ。これで当分絡んでどこ行くか。そもそもこいつの装備微妙なんだよな。尽きた。もう来なくなった。来なくなった。尽きた尽きた。いっぱい。はいだ。途中戦ってなかったの。特上ウェアが10枚あるわ。やばい。あ、かわされた。無理やな。臨時ポーチのアイテムを。臨時ポーチまで埋まってやがったか。報酬は大したことないな。
ジャンボチケット。クソ、その空化してる。コリウが現れたって本当かい？ジャンボ村の村長さん、やっちまった、オイラのせいだ。取り乱して悪いな。町の近くにコリウが現れたらしいんだ。例の石板に刻まれた言葉、最悪天を追いしとき、霞ことを吐いて大泣き玉沢、寮の庭。やっぱ最悪はガブラスを示していたんだよ。オイラとしたことが何度思いつかなかったんだ。霞といえば霞流に決まってるじゃないか。大名槌が現れたんだ。古い都はドンドルマとしか考えられない。つまり地球は滅亡するって言うんだよ。なんだって。本当か木林。で、大泣き玉座は大老殿、大長老様を示すらしいぜ。今できることをしなくっちゃ。逃げることだ。とりあえず大名槌から町を守ってほしいんだ。うんと短い時間で狩らないとダメなんだぜ。あ、距離砲、距離砲使えるって。1分か、1分。1分も早すぎだろ。巨竜砲を使う。お、巨竜砲ボックスを支給品ボックスに入れてくれるらしいで。巨竜砲ボックスなんだよ、初めて使えるんじゃないのこれ。まだ使ったことないぞ俺。9個ぐらい持っておけばないな。だって当てれると思わないもんあれ。1個しか持っていけないんだよ。じゃあ俺1個持っていこうか。とりあえず支給品ボックスにあるらしいな、余ったやつが。 4個1人1個ぐらいあんのかな。15分だ、短っ。まあ、外れてもいいから使ってみるのもいいんじゃないかな。支給品で使えるんなら。使ったことあるぜ俺。イベントで一遍。悪運はいらねえな、困るな。解体台でいいや。解体術大発動。なんかアイテム欄がいいや。よし行こう。クエスト、大名槌の討伐。いや、撃退でもいいんだ。なんてこった、大名槌が現れちまった。いつもよりクエスト時間がうんと短いから気をつけてくれ。ゴー。町を守らないと。すぐ行って使えるようになるっけ。そう、どうなんだろう。すぐ使えるようになるとは言ってたけど、どれぐらいなんだっていう。霞はうこと、素早く追っ払ってくれ。あ、2個しかない。2個しかない。あ、下毒持ってきてねえや。じゃあ支給品オータルでいいわ。誰か麻痺投げナイフ任した。バリスタ、これバリスタの弾もあんじゃん。バリスタがある。バリスタ持っていかない。これ絶対殴った方が早いよね。クマさんどこ登ってんの。どこ登ってんだよお前。見てたわ。画面が動かねえんだもん。なんで大老殿の上の方行こうとしてんだよ。衝動に会いに行ったんだ。階段があったら登らないと。じゃあ俺まずバリスタでも打ちかますか。お、いきなり行った。これ打ったら当たるかな。微妙なとこやな。ほら、あ、行きそう行きそう。今今ま、今行けない。羽に当たれ。当たった、当たったな。微妙にビシッと当たった。微妙に当たったな。でもひるみさえしなかったんだけど。あれ、消えた。消えた。いや、嫌な予感。上に来た。本当だ。まだ行けないね。まだ？たぶん普通に殴った方が早いよ、こいつ。うわ、真後ろに来た。おお、来た。はいはいはい。距離砲。あ、間違えた、間違えた。もう撃ったの？間違えた。大砲撃った。ノーマル大砲。うん。大砲持ってかなきゃダメなんじゃない？いけ、死ぬ死ぬ死ぬ。今、あ、薬草に包まれた。やばい、死んだかも俺。死んじたー。ありがとう。間に合った。あ、今からそっちが食らったね。あ、大丈夫だ。もう一発食らったら俺が。おお。やっぱここで戦ったらダメなんだ。はい、どこだっけな。今ミュウさんがいるところに弾に着弾するんで。ああ、じゃあそこ行くか。行ってみよう。一遍ぶつけてみたかったんだ。
あ、ここね、地面がえぐれてると思う。死んでるやつを投げればいい。来いよ、来いよベネット。お、来た来た。あ、来た。おーわー、ギャドクダイが今だ。使ってもいい。あ、まひった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 。おいおい、オッケー。超微妙なとこだけど。お、いい、うん、もう取れた、まひが来た。お、直撃来た。おお。やっほー、初めて見た、当たったの。すげー、目の前でイベント戦の時よくわけわかんなかったからな。音楽流れへんだよな。タタタタ。どこだ、誰かもう一個持ってる人いるでしょ。そうそう、もう一個。そうで、じゃあ交代。交代どんかな。こっちに置いとくから。置いてるわ。おお、また解毒薬が。せっかくパクった解毒薬両方ともパクられちゃった。バカ。頭が高い。それって乗らずに戻ってたらどうなるんやろ。上行った。乗らずに戻ったら下のはしごから行くしかない。とりあえずはしごが行けない今。そっちすごい行こうとしてる。香川さんとこ行こうとしてる。引っかかって、まあ、多分こっち降りてくるんだ。やっぱり無理やわ。すぐは無理。うん、じゃあこっち来とる。あ、来とる、行っとる。面白い。あ、飛び降りてきた。あ、落ちた。じゃあ俺支給品ホタルでも使うかな、せっかく罠しあるし。いきなり後ろ。後ろに。やべ、こいつテレポートの技持ってるわ。テレポート。テレポートしすぎだよ。なあ、携帯食料。いやー、やめて。あ、やめて、死ぬ、死ぬ。おっと。死んでる。いいだ。じゃあ次、自腹の爆弾でも。ここだ。てか、眠らせる。あ、眠り武器ねえや。よく考えた。頭のエキスが取れない。もう一遍麻痺したらそこで普通に乗ろう。もう一発ずつ投げて。あ、麻痺引いてた。お、もう使えるようになったぜ。使いました。じゃあ行ってこよう。え、おお、毒ったー。やばい、毒消しもねえんだよ。にんじん毒消し持ってきたぞ、普通に。俺忘れてた。どこだ。うわ、向こうか。こいつ罠とか効かへんかな。罠は効かへんから、そこで痺れさせるしかないだろう。痺れないぞ。おお、痺れた。使っちゃった。あと10分しかない。やべ。はいや。じゃあちょっと行こうぜ、あっち。よし。来いよ。ここだ、ここ。わーい。わー、来た来た。やばいやばい。ほっ。いいぞ。いけるいける。お、オッケーオッケー。撃て撃て撃て。クマさんごと、クマさんごと撃ち抜け。クマさんごと。クマさんごと撃ち抜け。どう、よっしゃー。よし。俺も、俺も爆弾。ほら。あ、楽しい。うわぁ。危ない、死ぬ。助かったろ。よし、まだ爆弾2個あるぜ。なんかいるぞ、俺の。爆弾が。させる。お、もう一個作れるな、これ。あ、死んだ、多分死んだ。 あ、やべ、もう一回死んでんだ。真面目に行こう。あ、返事なくなった。やばい、見えんな。いた。もうこれ以上敵とプレイしたら死んじゃうな。てか時間もないんだよな。マンドラ飲んで、くたびれ飲んで。そうか、そんなんだった。飲まない。あ、頭が食われたってことは。もう完全透明はない。ああ、尻尾持っていいな。頑張ろう。尻尾の先っちょだけ。確かこいつ。タコの、タコゲソみたいになるあれだろ。危ねえ。ちょっと待って。ほら、ドーン。わあ、飛躍が盗まれた。飲んどこ。死ぬとあとづらいからな。早く刺しとこう。飛んだ飛んだ。どうだ、上行った。なんで上行ったんだい。イニシエの流氷だ。降りてこーい。降りてこーい。おお、メソモソモソモソって。あ、終わった。終わった。
おっと、もう済んじまったのかい。知り合いのじいさんが大老殿に到着したんだが無駄になっちまったか。じいさん、知り合いのじいさんって誰だろう。なんで。お、落とし物が落ちてた。シャカシャカ翼。お、大宝玉来た、ラッキー。4回目翼。舌が出てる。もうこの尻尾がもう散々だよ。ドンドルマにはもう来ないよ。いいカメラアングル探してんだけど、よく考えたらお前はサムネになる可能性はない。ない。今からもっといい人と会いに行くんだから。ジャンボ、ジャンボチケット。うーん、チャホ属性化の方がいらねえんだな。